ねえ、私たちそろそろ。え、ああ。ヒロシさ、私とは先のこと考えて付き合ってないの？そういうわけじゃなくて。私たち付き合って5年でお互いアラサーなわけでしょ？もともと優柔不断なのは分かってるけど、こういうことはちゃんとはっきりしてもらわないと。私と結婚するの？しないの？人生ってのは難しい。人間として生まれてきてしまった以上、決断をするという現実からは逃れられない。でも俺は。もういいや、距離を置こう。ごめん、結婚したくないわけじゃなくて。じゃあ結婚したいの？その優柔不断なんとかしないよ。勇気には悪いと思ってるけど、先延ばしにできてよかった。ヒロヒロ探偵団。別に彼女の勇気と結婚したくないとか先を考えていないわけじゃない。俺はただ何かを決断することがたまらなく怖いのだ。今までの人生、俺はいろんな決断の場面で自分以外の誰かに決めてもらってきていた。例えば進学。ヒロシは行きたい学校とかないの？この間文化祭行ってきた学校はどうだった？うん、よかったよ。そろそろ志望校決めないとまずいでしょ？その学校にする？まあ考えておきなさい。まだ志望校決めてなかったの？もう提出しなきゃいけないし、他にどこか見に行ってるわけじゃなさそうだし、その高校にしなさい。うん、わかった。別に自分の意思がないわけじゃない。俺は自分の意思で決断し、その結果物事が進むのが怖いのだ。ただ決めることが恐ろしい。選択肢があればあるほどに選ぶことが怖いのだ。特に人生において重要なことや後戻りのできない決断に関してはますます恐怖が増す。そして俺はいつも時間をかけよう。そうだよ、時間をかければ解決するんだ。こうして先延ばしにする。先延ばしにすれば他人は結局俺の代わりに決断してくれるし、先延ばしに漠然とした不安を感じながらも結局は心がスッと軽くなるんだから。ねえヒロシ、今度の週末遊園地行こうよ。ああ、いいよ。今度友達の彼氏とダブルデートするって決めたから。わかったよ。正直俺にはわがままな彼女が合っているんだと思う。付き合う時も俺に付き合うかの選択を迫ってこなかったし、デートの場所や食べるものなんかも俺が決めなくていい。ほんとヒロシって優しいよね。そうかな。俺は彼女を好きだったし、俺が正しい選択、正しい提案ができなかったら彼女が愛想を尽かすんじゃないかと恐怖心を感じていたしね。ねえねえ、海外旅行行きたいな。ハワイ行こう。決まりね。あ、うん、わかった。もう貯金少ないけど、行くのやめることもできないし、まあいいや。まあお金がなくてデートできないとかそういうことも言えなかったんだけど、それにいくら決断しなくてもいい相手だとしても最終的には決断を迫られる。ヒロシはさ、私と結婚したいの？したくないの？結婚するの？それとも別れるの？どっち？どうしたらいい？どうしたらいいんだ？はあ、もういい。イエスマンなところが好きだったけど、自分がなさすぎてムカつく。こうやって俺は二人の女性から結婚するのかと決断を迫られて、結果的に別れている。はあ、俺って本当にダメな人間だよな。いろいろと決断できず、それによって誰かを不快にさせたり嫌な顔をされながらも相手に決断をしてもらう人生は決していいものではない。だけど俺が決断するくらいなら時間を引き延ばして誰かが代わりに決断するのを待っていた方がマシだ。そしてそんな俺はついに、へえ、占いか。占いに出会った。さあ、あなたの悩みを教えてください。勇気っていう彼女がいるんですけど、結婚するのかしないかと決断を迫られてて。なるほど、わかりました。では彼女さんの名前と生年月日、あなたの名前と生年月日をここに書いてください。星の巡りから見ていきましょう。わかりました。そうですね、彼女のユウキさんは強引な性格でありながら寂しがりな一面がありますね。それに対してヒロシさんは優しく温厚、人をリードするというよりは相手に合わせるようなタイプですね。はい、その通りです。性格的には合っていますが、お互い窮屈さを感じてしまいそうですね。星の相性もあまり良くありません。お互い別の運命の相手がいそうですね。わかりました。ヒ
ロシがそこまではっきりと決めたのなら仕方ないね。うん、ごめん。俺は占い師に言われた通り、ユウキに再度決断を迫られた時にははっきりと結婚できないと言った。自分で言うのはかなり辛かったが、占い師が決めてくれた真実があったから心は楽だった。そして俺はこの日以降占いにハマっていった。転職すべきでしょうか、貯金はすべきでしょうか、プレゼンをするかどうか決断を迫られているんですが、した方がいいでしょうか。決断を迫られたら真っ先に相談しに行く日々。占い師ははっきり言わないものの、俺の代わりに全て良い方向に決断をしてくれる。その先に何があっても俺の責任じゃない。占い師さんに言われた通りプレゼンをしたんですが、うまくいきませんでした。それはあなたの人生における大きな試練です。あなたの星は今重要な転機に差し掛かっています。この失敗は成功への入り口なのです。もし失敗しても占い師は意味のあることだと教えてくれる。その結果俺は決められない。でももうお金がない、どうしよう。給料を使い果たし、さらには貯金が底をつき、借金苦になっていった。こんにちは、最近はどうですか。ああ、はい、まあ結局俺は借金を返済しながら精神療法を受けることになった。今は効果を感じられないけど、いつか自分で何かを決められるようになれるだろうか。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。ははは。